はい、どうもショータイムゴルフです。イエーイ。ちゃんとロッカーに持ってますよ。ドミンゴルール採用で。グリップめっちゃ滑る。ナイス。いいね。見えてたわ。見えてる。すげえ見えてたわ。うん、見えてる見えてる。見えてたね。すげえ見えてた。ここしかないって。ここしかねえぞって。自分の未来は見えてたね。もうな、あそこしかないもんね。ラフ。しかもめっちゃむずいやん。パターかな。これだけ広くてラフあそこにある。パターでいいかもしれないわ。何今の超うめえ。ちょっとうめえ。ナイスコア。ありがとう。パー3なんか優しいね。そうだな。うん。あそこで刻んだのがある。先です。いや、ナイスパー。いや、マジでかいよ、2人。パーパー。なんかパー3、稼ぎ時だね。稼ぎ時だって。って言ってもパーだけど。ドライバーしかないから。そうなんだよね。
来たラフ。軽く打ったね。お気に入ったね。マジ？木に当たった。マジ？いやでもフェアウェイフェアウェイ。だいぶ戻ったけど。40ヤードくらい戻ったけど。普通にラウンドでよかっただろう今日。まあ、普通のラウンド飽きてるからね。そうなんだよね。ラウンド動画もだいぶ上げたもんね。うん、だいぶ上げてるよ。もう10本くらいいってる？いやもっといってるでしょ。もっといってるシリーズ。うん。やっぱこういう画期的なのをやんないとダメですね。そうだよね。画期的すぎるでしょ。うん、うまっ、うますぎん。ピッチングでしょ、だってピッチングしかないのボギーだけどね。それだけはそれだけは分かる。これもう今日スコア10の累乗で表した方が早いんじゃないか。確かに。うまい。うまい。超うまい。これ綺麗に押さえてる。完璧じゃん。うん。オッケー。ナイスショットでーす。やっとなんか思い通りに打てた。利き腕どっち？
っすね。オッケー、めっちゃいいとこ。完璧じゃん。うまいね。右手一本でさ、あんな綺麗いかないよ。やったこともないよ。いや、俺は手段選ばないと、もうボロ負けだから。スーパーって。え、何200ヤード違うの？200ヤード違うの？今右で行くから、まあ、グリーン絶対乗んねえから、右のフェアウェイを何ヤード刻むか。あくまで刻むの、絶対俺も刻んだから150くらいだからちょうどいい。待って、マジで笑うんじゃねえよ。一気に力抜けたじゃねえか。逆に行きたい。やばいやばい。ヒットしてない。ナイスワン、ナイスワン。飛ぶね。タッチだね。届いてないわ、ここは。よっしゃ、前半お疲れ様です。
りしかしてないじゃん。この動画を見ていいねと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。